はい、というわけでも、じゃあ100円すんごい買い物できましょう。ということで、今回はね、こちらでございます。ペットベアです。超レア品。超ではないけど、まあね、ちょっとレア品なんで、買ってきてまいりました。では、開封していきましょう。ですね、今回はね、中古店での購入となりますので、ね。はい、中古店での購入です。メルカリではね、前、103件買いましたが、うん、まあ今回ね、中古店行ってきたので、それはね、開封していこうと思います。はい、行きましょう、行きましょう。なんかすげえ飛び方してるな。が、すげえテープ。はい。これで開くかな。開きましたのでね。取っていきます。はい、取ります。じゃあ開封。はい、というわけで出てきましたね。はい、まあ傘とかね、まあどうでもいいんですよ。本体です、本体。では答えでございます、本体。あー、ちょっと若干こう、あのシール貼った跡があるんですけど、うん、シールの剥がし跡みたいなのがある天井にもありますね。まあそんなこと気にしないで使っていきましょう。こっちは綺麗、うん、思ったより綺麗ですね。はい、こんな感じです。紹介は以上になりますので、はい、こんな感じ。はい、こんな感じです。どうでしょうか。うん、なんかメルカリとかで、ね、見てるとね、なんか意外とね、あの高値で売れていたりする商品です。じゃあね、最後に走行動画をしてね、今回はこんな感じで終わろうと思いますが、はい、あいにく今貨車がね、見つからないので、あ、ちょっと待って、先に、ね、電池の確認をしましょうか。うん、液漏れはなさそうです。じゃあ入れていきます、電池。走らせます。うん、全然走る。うん、問題なく走ります。OK。うん。あれですね、うちもなんかあんまなかった、OK、あんまなかったというか完璧になかったんで OK ですね。します。では、バイバイ。